リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、本日はね少しだけ、まあ、残念なお話と、アップデートのお話でございます。で、何かと言いますと、こちらのエゾサンショウウオと、沖縄シリケンイモリのいるコケリウムの手前の部分がちょっと変わっております。はい、ちょっと見ていきましょう。もともとね、実はここに多肉植物とねコケを置いておりましたが、多肉植物ね、私管理の仕方がちょっと間違ってたみたいで、さすがに湿度が高いところだと長く生きなかったみたいでございます。これは本当に私の落ち度ですね。そこがちょっと残念なお伝えでございます。ちょっと育てきれずにところですね。プラスそこにいた苔に関しては奥のところに入れました。はい、で手前をですねこんな感じでちょっとアップデートしまして、まあ、何をしたかというと、もともとここに多肉植物と、苔が置いてあった場所なんですけれども、もうそこ自体をなくしまして、ここにちょっと水がねちょっと溜まってるんですけれども、人工芝を1枚引きまして、でその上に、こう上の方にね乗っかるように、流木を、あとこっち側にもね置ける流木、そして真ん中にも流木って感じのレイアウトに切り替えました。ちょっとなかなかねうまくできなかった部分でございますね。私の方でちょっと残念なことをしてしまったなという状態です。ちなみに今いるサンショウウオとイモリに関してはみんな元気にいます。ちょっともう2匹はここかな。あれ、そこ、芋ちゃんしかいないね。あ、サンショウウオ下にいた。イモリのサンショウウオは、その、ちょっと泡が立っておりますが、ここにいますね。はい。で、このレイアウトにしてからなんですけれども、水の循環はかなりいい状態になって、まあ、下にね、ポタポタ流れるんですけど、そこはね流れた先にシェフィーさんの、うちのサバナモニターがいるケージなんですけれども、サバナモニターの、水辺に流れるようになっています。汚い汚染水とか汚水ではないので、基本的にはこの中で蒸発してしまった水蒸気が溜まって、下にねこの器があって、ここに溜まったのが下に流れていくっていう形なので、汚いお水ではないんですよね。で、汚い水か汚くないかっていうのは何で試したかっていうと、私がちょろっと飲みました。はい、で私が特に体調を崩したりもしてないんで、そういう、ギャンブル的なやり方をしております。普通の人間は真似しないでください。私は普通の人間ではないと思います。お腹壊さなかったんでいけるっしょっていう状態でございます。はい、でそんな感じでねアップデートしました。他のアップデートほぼしてないですね。ただちょっとねこの橋をどうするかどうかだけちょっと考えてて、ちょっと橋を置くとねそのところにいる時に見えなかったりするから、橋自体抜いちゃおうかなとかいろいろ考えたりはしております。まあでもそんなことまでしなくてもいいかな。ちょっとこう取ってペロってめくったりすれば見えるからね。で流しそうめんみたいな状態、上からこうちょろちょろちょろってなって、ここが溜まって、溜まったお水がこっち流れて、流れたお水が下に流れるっていうこの仕組みにしてから、やっぱ水跳ねは少なくなりましたね、かなり。なので水自体も長持ちというか、なくなるっていう心配も少なくなりましたし、掃除自体もかなり楽になりました。後ろでろ過装置でね水を循環させてるので、かなりやりやすい状態かなと。まあ、ちょっとしたビオトープみたいな感じですよね。水が循環しながら、循環しながら、上下に行って、でその上下に行ってるものも、水がねしっかり流れてっていう感じですね。強いて言うんだったら上部のあの部分ですねに、例えばちょっと砂を入れたりだとかして、砂利とかね、あとはなんだろうな、活
生炭とかそういうのを入れて、よりろ過装としての使い道っていうのを高めてあげるのもありかもしれないです。まあでもこれで十分でしょう。この子たちにはこれ以上わざわざろ過してこの子たちすごい泳ぐわけではないので、もう見てわかる通り陸地にいることの方が多いので、奥の山椒もあそこに登ってますね。こんな感じで、はい、なんで別に水辺が多くなくてもいいかなという状態で、苔もね、この今生えている苔、あと奥の方に植えた苔も育ってはいるので、苔自体は大丈夫かな。ただ多肉植物に関してはちょっとかわいそうなことをしてしまったなという状況でございました。ね、この子たちね、自分たちで涼しいところに行ったり安全なところに行くんですけれども、竹の裏が好きみたいですね。ちょうどあそこが冷気がね流れてくる穴があるところなんですけど、あそこがね気持ちいいらしいです。気がついたらそのところにね3匹ともくっついてたりします。ただ沖縄シリケンイモリって暖かい地方にいるはずなんですけれども、エゾサンショウウオがね暮らしやすい温度で全然問題ないっていうのをまあお聞きした上で、問題ないっていうのを知った上でこの環境で飼ってるんですけど、この環境で飼えば飼うほどこの子たち沖縄の環境下では本当にどうやって生きてるんだろうと思うくらい、低温環境が好きだし、低温環境の方が活発っていう、ちょっと私は、ギャップを感じてますね。マジかよって思いながら、元気なので全然いいんですけど、本来の沖縄の環境下ではこの子たち大丈夫なんだろうか。むしろ温度の上がり幅の温度の上限か、上と下が上下が温度の上下か、温度の上下が結構離れててもいける子なのかなっていう考えも持ってますね。なんで上が例えば30度ぐらいまで行っても余裕みたいな。でもエゾサンショウって30度ぐらい行くと結構ダルーンってしてて、しかもその30度とかちょっと高温の熱帯魚とかが好む温度の水とかだったとしたら、すぐ逃げ出そうとするんですよね。まあ北海道の環境で育ってるので当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、こいつらはどうなんだろう、まだ体力低下しちゃうとあれだからそんな高い温度にはしませんけど、高い温度もいけちゃうのかな。なんか高い温度もいけて低い温度もいけるっていう、こうなんだろう、環境適応能力が高いのかもしれないなって思って見てます。見れば見るほど不思議。でもまあここで元気に暮らしてるんで、で元気にね子たちは赤虫食べてるんでいいかなと思っております。はい、っていうところですね。他の子たちは今日も今日とて元気。あ、なんかあいつあそこにうんちしてんな。ショック、木の上だよ。あれ洗わないとだよ、乾燥しちゃうよあそこで。仕方ないね。はい、っていう感じでございます。はい、もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そして Twitter など Instagram、Twitter、Instagram、TikTok などのね、SNS やってますので、よかったらフォローお願いいたします。また、過去に、現在900本ほど動画上がっておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけますと幸いです。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。